イラクサ属は30から45種の喧嘩植物を含むイラクサ科の分類群である。主に温帯地域の都市部に分布する。ほとんどは双本の多年生植物であるが1年生のものや低木になるものもある。この属で最も有名なものはヨーロッパ、アフリカ、アジア、北、アメリカに自生する西洋イラクサである。 またその他にも、以下に述べるような多くの種を含む。しかし、約100年前の文献でこの属に分類されている、約100以上の種は、現在では、イラクサのシノニムとされている。またこの中には、現在でも、アシュとされているものもある。イラクサ属は葉巻、ハマキガカヒメハマキガ赤のミヤマウンモンヒメハマキや、タテハチョウ科の長頭ウウ、多くの蝶目の幼虫の餌となる。 西洋イラクサの花多くの種は棘を持っており、医学的な利用ができると期待されている。マオリ語でオンガオンガと呼ばれる、ニュージーランドの固有種アティカ・ファラクスは、馬、犬、そして少なくとも一人の人間を殺したことで知られている。イラクサ族から分泌される毒の性質は、まだよくわかっていない。多くの種の棘には、ギサン、セロトニン、ヒスタミンが含まれているが、 イラクサアティカサンベルシアナに関する近年の研究では、ウ酸や種積酸を多く含んでいることが示唆されている。イラクサ族の種には、次のようなものがある。西洋イラクサのトゲ薬品、伝統薬、料理、繊維等の目的に使われているのは、ほとんどが西洋イラクサだが、ヒメイラクサが使われることもある。この種は、 歯の面積あたりの棘の数が多いことから好まれている。イラクサ族のすべてがこのような性質を持っているわけではないかもしれないが、その作用はヒスタミン、コリン、ギ酸ケイ素等の成分に基づくものだと考えられ、利用の合理的根拠となっている。しかし、ある薬理作用が一つの成分によるものだという、事実はイラクサ族すべてが同じ作用を持つことを示すものではない。 ハニー触れると棘による痛みを感じ、ジンマシンを起こすこともあるが、ニュージーランドのアティカ・ファラクスを除き、命に関わることはない。それ以外のほとんどのイラクサ族は安全であり、蒸した後に野菜として食べられる種もある。ありがとうございます。